メンタルが強い人がやってる行動ベスト3。精神科医カバサーションのカバチャンネル、今日は鎌倉からお届けしています。メンタルが強いっていうのに皆さん憧れるようなんですね。メンタルを強める動画っていうのは結構カバチャンネルの中でもね人気です。なので今日はメンタルが強い人がやってる行動ベスト3、まあ、カバサーが思うベスト3を紹介したいと思います。第1位は断る。これ意外なものを第1位にしてみました。断るっていうのは嫌なこととか嫌な仕事とかを振られた時にしっかりと断るってことですね。あるいは嫌な飲み会を誘われた時に断るってことです。つまりメンタルが強いっていうのは嫌なことが起こった時に我慢する力が強いというよりも、そもそも嫌なことが起きる確率を減らしている、あるいは気が乗らない飲み会に参加するとストレスになるわけじゃないですか。だから参加しないっていうふうにすればストレスが減ってきますよね。結局メンタルが強いとか弱いとかよりも自分の中の周りのストレスやネガティブな事象をできるだけ減らすことができたら、メンタルが強いも弱いも関係なくニュートラルでタフでいられるっていうことですよね。断れないという人が逆に言うとメンタルが弱くなるんです。なぜかというと断れないといろんな嫌な仕事や嫌な人間関係がどん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 降りかかってきますので、ストレスが増えてくるし弱ってくるしやられていくということですね。断るっていうのは重要です。本当に嫌なことは断った方がいいと思います。そうしないと辛いですっていうか辛いでしょう、おそらくね。断り方っていうのがあるのでね、断り方もいろいろ動画とか出てますので調べると分かると思うんですけど、相手を傷つけないとか、あるいは仕事とかも迷惑をかけないとか、いろいろなこうやんわりとした断りの方法っていうのがありますから、そういうのを学んで角が立たないようにうまく断るっていう能力を鍛えた方がいいのではないでしょうか。ストレスに強いとメンタルに強いというふうに言われてる人はそういうやんわりと断るテクニックが上手なのではないかと思います。メンタルが強い人がやってる行動ベスト2はリフレッシュしている。メンタルが強い人っておそらく分かりやすく言うとリア充って言われてる人が多分そうだと思うんですよ。要領よく仕事をこなしてさっさと6時に仕事を終わらせてどっか遊びに行ったり人生を楽しんでるみたいな、いわゆるリア充と呼ばれてるような人、これはメンタル弱そうには見えないですよね。仕事ばっかりしてるからメンタルが弱くなるわけですよ。ストレスが増えて忙しくて睡眠時間も足りないから。だからちゃんとアフターファイブ、仕事が終わった後の時間に趣味の活動であるとか楽しむ活動であるとか美味しいものを食べるとかトレーニング行くとかきちんと睡眠をとるとか、そういうリフレッシュ活動をちゃんとやってるということがメンタルに強くなります。逆に言うとリフレッシュの活動がないとどん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 メンタルが弱くなっていく。リフレッシュというものを意識してほしいんです。遅くまで仕事をやってるというものが価値ではないんですよ。ちゃんとリフレッシュして次の日もバリバリする、昼間バリバリ働いて夜はリフレッシュ、次の日バリバリ働いて夜はリフレッシュする、毎日残業して遅くまで頑張ってるというのは、まあ時代遅れであり自分自身の命を縮めてるだけだというふうにそろそろ気づいてほしいなというふうに思うんですね。アフターファイブにリフレッシュしているということがとてもメンタル的なうまくやっていく重要なコツだと思います。メンタルが強い人がやってる行動ベスト3は人とつながっている。やっぱ重要ですね。人とつながるとオキシトシンが出る。オキシトシンが出ると愛、つながりのホルモンであるオキシトシン、ハッピーになれる、ストレスを解消する。オキシトシンが出た状態であると非常に苦しいストレスにも軽く乗り越えることができるんですね。癒しのホルモンなんで。だから人とつながるとメンタルに強くなるっていうのは脳科学的生物学的にも全く正しいというふうに言えます。なので人とつながってほしいわけです。メンタルに弱い人ほど孤独を好みますね。今こういうふうにアドバイスをしたとしても一人でいる方が楽しいんですというふうに言います。一人でいる方が楽しいかもしれないけど、人といる時によって癒されるオキシトシンは出ないので、その分を何かで挽回しなきゃいけないわけです。先ほどのリラックスっていうことで言うとセロトニンによって挽回することは可能ですけども、さっき言ったようにメンタルが弱い人っていうのはリフレッシュが下手なので挽回できない。だからセロトニン不足、オキシトシン不足のダブルパンチでメンタルが弱くなっていくというふうに考えられますよね。ということで人とつながるっていうのが、ね、もう嫌いな人と会ってもしょうがないけど、一緒にいておしゃべりして楽しい友達とかって必ずいると思うから、そういう人と別に毎日会う必要はないので1週間に1回でもいいから、そういう安らぎの時間みたいのをちゃんと持つってことが重要です。さらにメンタルがもう弱くなっちゃってる人って人と会いたくないんですね。うつ病の患者さんとかそうだけど、実は私一人でいる方が好きなんですっていうふうに言ってる人の中にも、実は脳疲労でうつ状態に突入している人も結構いるんじゃないかなというのがカバサーの推論です。なので人とのポジティブな楽しい時間というものを持つということがオキシトシンのパワーを借用してメンタル的に強くなるためにとても重要なことなんですね。ということで断る、リフレッシュする、人とつながる、こういったことを意識しながら仕事や日常生活を行うとストレスをためずに、ストレスが来てもですねうまくやりくりできるんじゃないかなと思います。今日の動画はいかがでしたか？あなたの感想をコメント欄に書いてみよう。アウトプットで記憶に定着する。